海上自衛隊護衛艦出雲に F-35B 戦闘機艦載化計画進み、現在護衛艦加賀が改修工事を行っているね。F-35B 戦闘機の配備基地が宮崎県のニュータバル基地となっているが、ロシア情勢も考えると42機体制から84機へ増やすか、半分を日本の北側の基地に配備するなどについてもいろいろ考えられるな。さて今回は、護衛艦出雲加賀が建造されるきっかけを詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ついに F-35B ステルス戦闘機艦載可能となった護衛艦出雲、日本が待ちに待った空母化が実現し、常時艦載ではないが F-35B 戦闘機はニュータバル基地に配備され、ロシア情勢次第では東北方地方に配備されるとも言われているよ。島国日本にとって、広い領海や接続水域の防衛を担う海上自衛隊は時代の変遷とともに装備する艦艇の強靭化を着々と進めており、新たな艦級分野への進出も政治と連動して進化されてきているからな。このような状況下で近年の海上自衛隊艦艇の中において、人気知名度規模のいずれからも最も大きな注目を集めているのは、ヘリコプター搭載使用出雲型護衛艦の出雲と加賀の2隻だと言って間違いないね。出雲型護衛艦は海上自衛隊の艦種分類上からヘリコプター搭載型護衛艦とされ略称として DDH と呼ばれているが、海外の軍事専門誌等からはヘリ空母として認識されているよ。出雲型の初舷は基準排水量19,500トン満載排水量26,000トン全長 248.0メートル。全幅 38.0メートル深さ 23.5メートル喫水 7.3メートルとなっているよ。上記初言から名実ともに海上自衛隊で最大の規模を誇り、最大で14機ほどの各種のヘリを搭載可能であり、以下で出てくる他の艦艇との比較の参考にしてほしいな。最大5機のヘリコプター発着艦スポットを飛行甲板上に備える出雲型は、冷戦時に最大の仮想敵国として対峙していた旧ソ連の潜水艦に対抗するため、対潜哨戒任務によって封じ込めることを最大の目的として生み出されているんだ。1991年の旧ソ連が崩壊した後に継承国家となったロシアに対して、この方向性は持続されたていたが、2000年前後には急速な経済発展を背景に身勝手な海洋進出を進める中国海軍が、日本の最も警戒すべき仮想敵国へと置き換わっていったぜ。こうした経緯から中国への警戒が最大の課題となる中、日本の同国に対する最前線は尖閣諸島をはじめとする南西諸島方面となり、中国海軍艦艇や航船の接近を阻止する方策の確立が最大の関心事になっているわけだ。中国海軍らによる接近阻止を日本が実現するためには、航空機による空対艦ミサイルでの攻撃力の強化が必須の条件となるわけだが、現状の航空自衛隊の航空機が使用可能な陸上滑走路は沖縄本島くらいしかなく補助できる島を探し求めていたんだ。仮に中国との有事が起こった際には在日米軍基地も集中している沖縄本島は、初動の攻撃で滑走路の機能を破壊される可能性が一番大きく、そうした事態に対応するためにも陸上滑走路以外での固定翼機の運用が検討されたわけだな。こうして米国ロッキード・マーチン社が開発した第5世代戦闘機 F-35 ライトニングツビー型であれば、短距離離陸垂直着陸が可能な機体であることから、これを艦載機とする艦艇を整備しようという結論が導き出されたよ。それを理由に出雲型に対し F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用可能な艦艇とする航空母艦化改修の決議も進み、太平洋戦争以後初となる念願の海上自衛隊の航空母艦保有が現実のものとなったんだ。出雲型は通常の航空母艦と同様の全通式の飛行甲板を元来より備えた艦艇であったため、その飛行甲板への耐熱処理や内部の格納スペースの改修を実施して航空母艦化されることになるんだけど、これ以前にも海上自衛隊には同様の形式の艦艇がすでに存在していたよ。それが1998年より3隻就役している大隅型輸送艦と、2009年より2隻就役している日向型護衛艦であり、
出雲型護衛艦に先駆けて回転翼機を全通式の飛行甲板で運用するノウハウや技術を蓄積してきた艦艇だね。この大隅型輸送艦は、海上自衛隊の艦種を示す記号では LST 戦車揚陸艦とされているが、国際的な軍事艦艇の分類上では LPD ドック型輸送揚陸艦と見るのが一般的となっており、艦尾にあるウェルドックから2隻の大型の LCAC-19 エアクッション型揚陸艇を運用することができるぜ。ただし、大隅型輸送艦は基準排水量8900トン、満載排水量1万4000トン、全長 178.0 メートル、全幅 25.8 メートル、深さ 17.0 メートル、喫水 6.0 メートルとなっており、前とした出雲型の初舷と比較して、小型な艦艇だということがわかるな。この艦が全通式の飛行甲板を有していてもヘリコプター搭載型護衛艦と呼ばれていない理由は、ヘリコプターを常時搭載しているわけでもないからで、したがってエレベータもヘリのローターをすべて外さないと運用ができないようになっているらしい。また、ヘリコプター専用の格納庫が設計されていない点や、それゆえにヘリの整備能力も付与しておらず、艦内への収容はあくまで応急的な運用に止まり、基本は飛行甲板への露天駐機が前提となっていることも理由の一つとして挙げられるぜ。それでも大隅型は南西諸島の島嶼防衛を担う艦としては、大型の LCAC-19 エアクッション型揚陸艇2隻を用いた戦車や装甲車両の揚陸の力を備えていることから、陸上自衛隊に新設された水陸機動弾頭の戦力投射に必須の艦艇だと言っても過言ではないんだ。出雲型に先駆けて全通式の飛行甲板を持たせ航空機の運用能力に主眼を置いた点から見れば、その前身となったのは2009年から2隻が就役している日向型護衛艦が最初だったね。この日向型護衛艦は基準排水量1万3950トン、満載排水量1万9000トン、全長 197.0 メートル、最大幅 33.0 メートル、深さ 22.0 メートル、喫水 7.0 メートルの規模であり、これも冒頭の初言と比較してもらえばわかるが、出雲型の 70% 程度の排水量と容積を持つんだ。日向型護衛艦にはヘリコプターが最大で4機搭載可能とされており、全通式の飛行甲板には4箇所の初着陸用のスポットが設けられており、これらを使用した同時初着陸は3箇所で実施できる仕様となっているよ。ここで日向型と出雲型の相違点の一つに挙げられるのが搭載されている兵装であり、後者は航空機運用能力に重点を置いた設計であるため、20mm バルカン砲手S2機と防空ミサイルリム1162機を搭載するのみなんだ。これに対して日向型は 20mm バルカン砲の手S2機搭載は同様だが、324mm の3連装のマーク、32魚雷発射管2機とマーク、41VLS 垂直発射装置を16セル装備しており、このうち4セル26発の艦対空ミサイルと12セルにアスロック対戦ミサイルを収容している艦だな。出雲型は必要最低限の固艦防空能力のみを与えられ、対戦用の兵装らは護衛に随伴する予定の護衛艦に任せる方針であることに比べてみれば、日向型は単艦での対潜水艦戦闘に従事することも想定されたものだというのも頷けるぜ。今のような世界情勢になったからこそ出雲型の2隻が改修を受け、実質的に固定翼機を運用可能な航空母艦となることは了承されているけど、日向型の建造に際しては日本が航空母艦を保有することに対しての国内の合意があったわけではなかったんだよね。そのため大隅型輸送艦で全通式の飛行甲板の導入はされていたけど、日向型の建造に際しては政治的な反発も考慮し、3つの艦隊の設計案が提唱されており、要は反応を見つつ推進された実情ということになるよ。5つ目の案はすでに存在していた春名型白根型と同様に艦の後部のみに大型の飛行甲板を設置するもので、2つ目の案が艦隊中央部に置かれた艦橋を挟んで前後に区切られた飛行甲板を持つものだったな。結果的には全通式の飛行甲板の採用が選択され、回転翼機に限定されるとはいえ最も合理的であり、
その後の出雲型へと繋がる実績を作ったと称えられるけど、今から考えれば覚醒の感が拭えない気持ちだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。着々と進んでいる日本の次期戦闘機開発だけど、IHI 社製 FX91 エンジンの実用化に向けての取り組みも順調そうだね。どんどん進めてもらわないと、いつ日本に脅威が迫ってくるかわからないもんな。さて今回は FX91 エンジンと次世代戦闘機の、共同開発 GCAP グローバルコンバットエアープログラムについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。外交防衛政策の基本方針国家安全保障戦略などの、いわゆる安全保障関連3文書が2022年12月改定され閣議決定され、これによって、日本の防衛をめぐる議論が様々な立場から様々な反応を巻き起こしているね。この決定で日本の防衛予算は2023年度からの5年間で現在の 1.5 倍の総額43兆円にもなると判明したんだけど、最終年には NATO 加盟国の目標額と同じく、対 GDP 比 2% 以上の水準に引き上げられると予想されているみたい。NATO 加盟国がロシア・ウクライナ戦争の長期化を反映し引き上げる方向が確実となってきたから、加盟国が今後は一定の防衛努力をするために対 GDP 比 2% を基準値にすると予想されるため、それに追随したということかな。日本では今後の防衛予算の使途に、防衛力強化としてスタンドオフ能力の獲得と整備に注力する方向を打ち出していて、従来より飛躍的に射程距離の長い兵装の獲得を進めようとしているみたい。このスタンドオフ能力だけど、日本に接近する艦艇からの艦対空ミサイルの阻止が第一目的で、日本を守る反撃能力を保有し配備することで、相手の射程圏外の安全な場所から攻撃できるというわけだね。つまりミサイルの能力を大きく向上させ、同時に自分が被害を受けるリスクを極力減らし、敵側の目標へ攻撃するという論理に基づいて実現しようということだな。こういったスタンドオフ能力を備えた兵装は、政府からは反撃能力と呼ばれ、政治的な認知を得ようとメディアでも使われているが、日本の専守防衛の基本理念に反するのではないかという意見もあるぜ。日本を取り巻く複雑な軍事的現実を考えても、このタイプの議論が政治的に完全に決着することがないのは確実だが、スタンドオフ能力や反撃能力などの兵装が大きな注目を集める一方、戦闘機に関する新しい動きも始まったらしい。2022年12月9日、次世代戦闘機開発を日本、イギリス、イタリアの3カ国が共同で開発するプロジェクト GCAP が正式に発表されスタートしたよ。この GCAP では日本は現在空自が運用している F2 戦闘機を、イギリスとイタリアは領空軍が現在運用しているユーロファイタータイフーンの後継機となる戦闘機の実用化を目指しているんだ。航空自衛隊の中では現在そういった区分や呼称は廃止されているんだけど、かつては主力戦闘機とそれを補う支援戦闘機と分類していて、主力戦闘機はアメリカからの輸入か、国内企業がライセンス生産して調達すると決められていたんだって。そして支援戦闘機はアメリカとの共同開発が通例で、現行の F2 戦闘機も当初は支援戦闘機だったため、アメリカの現ロッキード・マーチン社製の F16 ファイティング・ファルコンをベースとして開発されたものだったぜ。F2 戦闘機開発については、日本国内では自国での単独開発を主張する意見があったが、太平洋戦争敗北後、自衛隊の装備する戦闘機はアメリカを含む連合国の意向で禁止され、軍備につながる産業分野も抑制されていたわけだ。そういった事情のため、機関部の製造は不可能で、航空機開発技術も大きく後退し、そのため前述の通り、F2 戦闘機は F16 ファイティングファルコンをベースとし、その機関部は現 IHI 社がライセンス生産で行ったらしい。航空機開発に関しては日本は全ての技術をアメリカに開示しなければならないという義務があったんだけど、アメリカは主要な制御部分の情報は日本側には公開せず、いわゆるブラックボックス化したので偏無的な契約だったよ。
さらに、日本側が搭載する兵装を見直すなどの F2 戦闘機の仕様変更はできず、政治的な問題があったにしろ、不満の多い運用を強いられ、高い予算で購入したのに、客の要求は無視されたわけだね。F2 戦闘機の開発での苦い経験を念頭に、日本は後継機開発に関しては機関部の内製化実現を目指し、現在の防衛装備庁と IHI 社との間でそれに向けた取り組みを言ってきたんだ。防衛装備庁からの依頼を受けた IHI 社は2010年から次期戦闘機用機関部を目指した XF91 エンジンの開発を開始、8年後の2018年6月に1機の試作機を完成させ、納入しているよ。納入された XF91 エンジンは、2020年7月まで各種の性能テストが実施され、結果として具体的にはアフターバーナー未使用時に11トン、使用時には15トン以上の推力を発揮し、この数字は F22 ラプターに搭載されているプラット&ホイットニー社製の F119 に近く、空気吸入用のタービン入り口付近の温度でも1800度という優れた数値を記録、世界標準クラスの数値を叩き出したみたい。今後の戦闘機の機関部として、重要性が増してくると思われる発電能力だが、XF91 エンジンは 180kW を記録、一定水準をクリアしているぜ。確かに実際に機体に搭載してのテストではないが、スリム化、大出力、ステルス性を確保し、一定の数値をクリアした FX91 エンジンは、将来の戦闘機に対応しうると大きな機体を集めたわけだ。XF91 エンジンのサイズだが、最大部分の直径が約 1.0 メートル、全長が約 4.8 メートルで、現行の F2 の F110 エンジンと同等の大きさだな。蒸気のようにカタログ値だけど、XF91 エンジンは一定以上の水準を満たしているとして注目を集めたよ。さらに2019年のマストエイジア2019では水力変更装置が展示され、このマストエイジア2019で展示された水力変更装置は XF91 エンジンに装着可能な XVN31 というモデルで、ロシア製の第5世代戦闘機として知られているスホイ57等にも採用されている水力方向を変更する装置だね。この水力変更用装置の目的は、搭載する戦闘機の機動性を向上させるためで、機関部からの排気角度を調整して、推進方向を制御する仕組みで、アメリカの F22 ラプターではパドル式の水力変更装置が採用されているぜ。ロシアのスホイ37やスホイ57はノズル式水力変更装置を搭載していて、XF91 エンジンに装着可能な XVN31 もノズル方式でマックス20度で水力を変更できるらしい。いわゆる第5世代戦闘機は、機体本体に優れたステルス性能があるので敵の攻撃を回避できると想定されているが、戦闘機に求められてきた機敏な機動性の確保には同時にこうした工夫もあるってわけだな。これまで述べてきたように2019年に水力変更装置のノズル XVN31 が公開されるなど、XF91 エンジン実用化に向けた取り組みが着実に推進されてきているんだけど、といっても、今後の GCAP は要求によっては共同開発の変化でどんな方向に進むのか、決して予断を許さない状況みたい。GCAP では、イギリスのロールスロイス社が機関部開発を担うことになっていて、高級車で有名なロールスロイス社だけど、イギリスやイタリアが採用しているユーロファイタータイフーンの機関部開発も主導しているから、全体を統括する BAE システムズ社と共にプロジェクト全体の主導権を握るのではないかと推測されるね。また、これまでイギリス、イタリア、スウェーデンの3国が推進してきたテンペスト計画においても、ロールスロイス社が機関部の開発を行っているな。そんなロールスロイス社だが、テンペスト計画においては機関部の開発で難航していたと伝えられていて、ユーロファイタータイフーンなど、量産型戦闘機のエンジンを開発してきたノウハウを有しているぜ。ロールスロイス社は昨今のデジタルエンジニアリングの進展により、戦闘機の機関部設計から製造までを極めて短期間で行えるという自信があるとも聞こえてくるし、GCAP でその成果がわかるのだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。
2024年も早いもので3月を迎え、ロシアによるウクライナ侵攻は長期化の様相を呈して3年目に突入。大陸の地続きである両国は地上戦闘において残念ながらロシア側が優勢に戦いを進めている感は拭えないよね。特にロシア・ウクライナ戦争では陸上戦力による対照戦において、ウクライナ側の弾薬不足の深刻さが顕著で、部分的な損害はロシア側も決して少なくはないとは言うものの、防御戦でも苦戦を強いられているぜ。こうした状況下、日本の現状に目を移せば幸いなことに周囲を海に囲まれている地理的な環境もあって、今のロシア・ウクライナ戦争にような陸上戦闘はすぐに正規する恐れはないけど、非対称戦の重要度は増しているように感じられるんだ。さて今回は新型の対米型3番艦陣艇が2024年3月に就役予定である件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本の現在の安全保障上の大きな脅威といえば、すでに世界第2位の GDP を持ち軍事力の拡張に邁進する中国をはじめ、各種のミサイル開発と実験を繰り返す北朝鮮、北方領土問題を抱えるロシアがあり、それらの国々と海を挟んで対峙しているよね。この日本が仮想敵国と海を挟んで対峙するこという構造自体は、太平洋戦争後も連綿と続いてきた状況ではあるけど、経済力を背景に軍事力の強化を推し進める中国によって尖閣諸島をはじめとする南西諸島の防衛の必要性の比重が増しているんだ。これを念頭において日本は2023年度から2027年度までの5年間の防衛予算の総額をおよそ43兆円まで増額する方針を打ち出しているんだけど、これは対 GDP 比で最終的に 2% の防衛予算を確保することに計算上はなる見込みだね。ただし世界的な新型コロナウイルスの蔓延の名残や、未だ激戦の続くロシア・ウクライナ戦争、イスラエルのガザ地区でのハマス等のイスラム武装勢力との戦闘などで、海外からの物資の高騰は続いているぜ。このため、せっかく増額基調に鍵を切った日本の防衛予算が、円安や各種の原材料費の上昇に伴って実質目減りする傾向が懸念されており、さらなる防衛予算の増額が必要となるのではないかとの見立ても吹き出しているな。そんな中にあっても日本の防衛の要と言うべき既存戦力はやはり、海上自衛隊の潜水艦隊であると見る向きは多く、2022年3月に最新型潜水艦の一番艦である太平を就役させ、同型の配備数増加は削れない部分だろう。太平型はすでに昨年2023年3月に2番艦である白鯨も就役を果たしており、この今年3月には3番艦である神鯨も就役する予定で今まさに最終の準備が行われている段階だと言って過言ではないんだ。そして太平型は4番艦の雷鯨も昨年2023年10月に進水と命名を終えており、こちらも予定通りに計画が推移すれば2025年3月には潜水艦隊の戦列に加わり、日本の海の防衛の大きな一助となることが期待されているよ。ちなみに太平型の建造費を見てみると、1番艦の太平がおよそ800億円、2番艦ハケ芸がおよそ720億円、3番艦の神芸及び4番艦の雷芸がおよそ700億円と、量産の効果で若干の低減が見込まれているぜ。しかし前述したように世界的な物価高騰の煽りを受けて、これらの建造費が計画を超過する事態も考えられ、今から費用の低減を図ることは容易ではないため、そうした費用の捻出のための財源確保は大きな課題になる可能性があるな。さて今年2024年の3月終了時点で太平型も3番艦の神鯨が計画通りに就役すると仮定すると、海上自衛隊の潜水艦隊は最新鋭の太平型3隻、前級の操縦型12隻、前々級の親潮型7隻という構成となるね。これに加えて最も古い前々級の親潮型2隻が練習潜水艦として残されることが想定されているので、万が一の日本の有事の際には少なくとも24隻の潜水艦を戦力として稼働させることが可能な体制ではないかな。ただし現在の海上自衛隊が維持している潜水艦22隻の実戦配備体制とはいえ、艦艇はすべからく実戦配備、メンテナンス、訓練の3工程を繰り返す必要があるため、
計算上は最大でも同時に実戦配備が可能な数は7から8隻と目されるぜ。この稼働数で日本の海上自衛隊の潜水艦隊は、北から宗谷津軽海峡、西は津島海峡、南は宮古大隅海峡の5カ所のチョークポイントでの待ち伏せ態勢を堅持していると考えられ、日本海や太平洋方面への仮想敵国の潜水艦を含む艦艇の出入りを監視しているな。これら5カ所の海峡を有事の発生の際には潜水艦隊を用いて封鎖することで、日本の本土に仮想敵国の艦艇が接近することを防止するというのが最大の目標であると言え、現状の22隻体制はこれを実施可能な必要最低数だと目されるよ。かつては海上自衛隊の潜水艦隊の数は16隻体制であったことを考慮すれば、幾分かは戦力増強が叶ったと言える状態にも見えるが、中国海軍の艦艇数の増加ペースは著しく、これでも十分かといえば正直厳しいかもしれないね。しかし実際には第二次世界大戦後に互いにある程度の希望を持つ海軍同士が、実際の海戦にまで及んだ例はほとんどなく、今の海上自衛隊の潜水艦隊の22隻体制が理にかなったものであるのか否かを断定することは困難でもあるぜ。さて現在の海上自衛隊の潜水艦の中で最新鋭の異例型であるが、基準排水量は3000トン、水中排水量は推定で4300トン、全長は 84.0 メートル、全幅は 9.1 メートル、深さは 10.4 メートルの艦隊を持ち、通常動力型の潜水艦としては世界でも有数の規模を誇るんだ。太平型はこの船体に3番艦の陣営までが川崎重工業社製の 12V2525SB ディーゼル機関を2機、4番艦の新芸以降が同 12V2531 ディーゼル機関 ×2 機と、リチウムイオン電池と発電機を備えるディーゼルエレクトリック方式を採用しているね。これらの機関部によって太平型は最大で水上を13ノット、水中を20ノットで航行可能と目されており、軍事機密のため詳細なデータは未公表だが、航続距離は推定で最大 8000km、連続航行時間も最大で4週間とも言われているよ。こうした太平型の性能は、推定値とはいえ通常動力型の潜水艦としては世界最高水準であることは間違いなく、前々級の親潮型や双流型と比べても大幅に能力を向上させていると言ってよいだろうな。こうした点を捉えて太平型であれば従来の前述した没の海峡周辺における待ち伏せ戦術に止まらず、他国の攻撃型の原子力潜水艦が実施可能な移動を行いながらの迎撃戦術が可能となったと指摘する声も一部で聞かれるらしい。しかし個人的にはいかに太平型がリチウムイオン蓄電池の性能の大幅な向上を果たしたとはいえ、他国の攻撃型の原子力潜水艦が軒並み30ノット前後の水中速力を発揮可能な能力を備えていることに、比すれば同列には論じられないと感じるぜ。そもそもが海上自衛隊の護衛艦でも多くの水上戦闘艦が最大速力で30ノットを超える速力を発揮可能なことを踏まえれば、太平型とはいえどそれらを追尾する速力には程遠く、主体的な作戦は困難に思えるからだね。それでも太平型は通常動力型の潜水艦としては世界的に見ても最高水準に到達していることは間違いなく、ことに親潮型双流型に比して連続潜航時間が大幅に伸びたことは待ち伏せ戦術においても有効性をさらに高めたと考えられるよ。最新鋭でかつ日本の海上自衛隊の最高の軍事機密に属するゆえに太平型の詳細なスペックは伏せられているが、稀にある乗組員へのインタビューなどを参照すると、艦内のあらゆる運用が機械化デジタル化されていることは間違いないな。ことに前々級の親潮型と比べれば、これまで人力や目視で行っていた運航作業の他の分野で機械化が進んでおり、乗組員の艦艇運用に必要な体力的な負担は大幅に削減されていることが推察されるね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。